日曜日の札幌すすきの、救急車や捜査車両とみられる車が続々と集まり、物々しい雰囲気に包まれました。白い防護服を着た捜査員が中へと入っていきます。現場はすすきの繁華街からほど近い中央区南八条西五丁目のホテルです。昨日午後3時ごろ、従業員が客室で倒れていた男性を発見、その場で死亡が確認されました。現場の状況から警察は殺人死体遺棄事件として今日捜査本部を設置しました。ホテルの関係者によりますと、遺体が見つかったのは2階の202号室でした。捜査本部によりますと、遺体は浴室にあり、首が刃物のようなもので切断された状態でした。男性の頭部は客室から見つかっていないということです。またホテルの防犯カメラには、男性が別の人物と一緒に客室に入る様子や、この人物が一人でフロントを通り退出する姿が映っていたということです。捜査本部はこの人物が事件に関与しているとみて行方を追っています。防犯カメラを確認されてて、土曜日の夜からですね、日曜日の昼間ぐらいを確認されていましたね。現場からは犯行に使われた凶器や男性の携帯電話などの所持品も見つかっていません。捜査本部は防犯カメラに男性と映っていた人物が犯行の発覚や身元の特定を遅らせる目的で頭部や所持品を持ち去った可能性があるとみて調べを進めています。